はい、始まりました。カッサンチャンネルです。今日はですね、こういう、ご報告がありまして、動画アップしてます。今週の木曜日から、2月22日からなんですけども、MDF で毎週やっていたジャグリングの練習会を、実は再開しようと思います。はい。ということで、やっぱ寒かったり暑かったりすると練習場所に困るっていうこともあると思うんですけども、ずっとね、やってたんですけども、いろんな理由でちょっと止めてたんですけど、ちょっと二つの変更点があって、今回、なんと、大決定をいたしました。まず一つ目、ずっとコンタクトジャグリングを、池田の、カルチャーセンターで教えてたんですけども、ちょっとそこを辞めることになったんで、そこの生徒さんとかもですね、継続してできるように、しました。それが一点。なので、ちょっとコンタクトジャグリングレクチャーは、こう、引き続きですね、毎週木曜日の MDF ダンススタジオに来てもらえれば、いつでも教えますんでね、そちらの方よかったら来てください。そしてもう一つ、スタジオをですね、今週の18日に改装しまして、業務用の最新の、空気清浄機であったりとか、最新のクーラー入れて、LED ですね、全部綺麗に全灯入れまして、リニューアルしたんで、スタジオも綺麗になって、やっぱりちょっとですね、ちょっと業務用のクーラーってすごく高いんですけども、ちょっと使いづらくなってて、なんか夏場とかあんまり長く使うと、本当に壊れたりとか水が溜まっておかしかったんで、ちょっともうレンタルとかも、ちょっと若干控えてたんですけども、これからもガンガンレンタルをもう貸していったりとかね、そういうのも不安要素がなくなったので、どんどん貸していこうと思ってます。それとやっぱりちょっとこと YouTuber ではないんですけども、YouTube のことも多くなってくると、なかなか練習時間がもう取れなくなってきて、ちゃんとやっぱ練習会という時間をしっかり取ることによって、もうその時間がっつりやりたいなと。で、気になる、時間なんですけども、1時から、4時まで、3時間ですね、用意してます。3時間はもうがっつりこれからやろうと思ってます。で、気になる費用の方なんですけども、今まで、MDF の練習会にずっと来てくれてた方、過去は、もう、普通にですね、200円で、全然、できます。安いですよね。めちゃくちゃ安いです。200円で。で、まあ、新規で来られる方はですね、500円なんですけども、ちゃんと、入会してもらったら、入会金、まあ、2000円、MDF のあるんですけども、それちょっと入会してもらったら、毎回200円で、練習会参加できますんで、ぜひよかったらご検討お願いします。まあ、これが基本的な、大体的なですね、まあ、宣伝になります。場所は MDF ダンススタジオ、天子った5階ですね、阪神天ヶ崎駅前なんで、バスでも、別に、ゲンチャリでも、ゲンチャリって、まあ、バイクですね。車でも、全部駐車場無料で止めれますんで、アクセスもね、すごくバッチリなんで、よかったら、お願いします。まあ、場所は、サイト、後ろに、ここに、説明欄のところに貼り付けてます。そこから見てください。それと、まあ、せっかくなんでね、ちょっと告知なんですけども、今度ジャグリングのユニットのフラトレスさん、有名ですけどね、フラトレスさんもレンタルしてくれますけども、いろんなジャグリングの舞台であったり、ダンスの舞台であったり、なんかそういうところで繋がってる方、ぜひですね、レンタルの方も募集してます。MDF ダンススタジオ、まあ、どちらかで言えば平日のそうですね、10時から、だいたい夕方ぐらいまで、まあ、遅かったら6時半ぐらいまで、もう全然使ってないんで、今さっきも言った理由で、頻繁にレンタルを率先して貸してなかったんで、これから広く、門戸を広げてですね、どんどんお貸ししていこうと思ってます。レンタルレッスンとかですね、練習会なんでもいいんですけども、まあ最初やっぱり生徒さんが少なくて、うん、やっぱりちょっとリスクもあるから、レッスンなかなかスタートできないわっていう先生ね、いると思うんです。別にヨガでも、ピラティスでもね、フラダンスでもいいんですけども、ぜひぜひ問い合わせ、相談してください。本当はお客さんが定着して、レッスンとして成立するまでですね、MDF ダンススタジオ、平日昼間は、めちゃくちゃ、お勉強させていただきます。それもぜひ、問い合わせしてください。はい。マジックの先生でマジックのクラスをやる場所を探して、全然 OK です。いろんな方も対応しますんで、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、まあ、あと、最後になるんですけども、ここで、まあ、繋がった、ジャグリングの練習会の方、まあ、ちょうど応答終わりましたけども、練習会の方と、出どころなんですけども、なんか今までは練習会して終わりじゃなくて、練習会して MDF ダンススタジオの発表会に、
なんかジャグリングメドレーみたいな感じで出演とかもやってたんですよ。だから、そういうのもできますし、僕が、毎月月一やってる、阪神尼崎駅前でやってるパフォーマーセッションっていうところにですね、ある程度その中で、つながりを持てたりとか、うまくなった方の出どころの発表する場所みたいなのもですね、ちゃんと考えてますんで、ぜひですね、よかったら来てください。で、マジシャンの方とか、ジャグラーの方で逆にダンスの知識を知りたいとかですね、ダンスのちょっとしたこう、まあ、ウェーブであったりとかね、ムーンウォークとかね、ちょっと知りたいなっていう、ヘッドスピンとかでもいいんですけども、なんか、もう僕が主催でやってるんで、まあ、僕が教えてることは、全然、こう、情報、テクニック、技法みたいなのもシェアできます。で、逆に僕も聞きますんで、マジシャンの方とかですね、ジャグラーの方、大道芸の方、パフォーマーの方、ぜひ繋がって、毎週木曜日、1時から、やっていこうかなと思ってますんで、拡散、シェア、応援、よろしくお願いします。ということで、今日はそういうね、告知動画になりました。ということで、またチャンネル登録も、応援、声援、よろしくお願いします。パフォーマーカッサンでした。それでは、さよなら。Yeah.